皆さんおはようございます。朝です。ワンダなんつってね、コーヒーなんか飲んで、朝食はスクランブルエッグとベーコンなんてね、かっこいい方いらっしゃるんじゃないでしょうか。しかし僕は朝は、男は黙って、マクドナルドのメガマックプラスすき家のテラ牛丼です。そんなんないけどね。はい、皆さんね、オナキンタック選手権ってご存知ですかね。どうもグッドモーニングの朝の、朝の、番組のグッドモーニングの天気予報士与田司です。皆さんね、寒くなってきましたね。ね、どうですか通勤通学。今日は雨が降るのでね、ちゃんと傘さして、傘のね準備も忘れずにね、皆さん行ってください。まあ帰りにね、傘がなくてね、こうずぶ濡れになって帰ってくると困りますからね。はい、では天気見ていきましょうかね。はい、大宮は今日はですね、静止が降ってくるでしょうなんつってね。はい、そんなことはどうでもいいんだけど、オナキンタック選手権っていうのは、2人1組で、まあもちろんそうだよね、タック選手権。プロレスで言えば、IWGP ジュニアヘビー、IWGP ジュニアタック選手権みたいな、ああいう感じ。エルサムライ、重心サンダーライガーみたいな。僕はね、剣道家臣が好きだったけど。まあそんなことはいいんだけど、でもね、君たち、オナキンタック選手権って、甘く見たらあかんぜよ。俺はナルトの軌道までになるぜよ。あのな、いい？あの2人1組で戦うんだけど、これは、まあね、早く言えば2年に1回みたいな感じ。うん、すんごいね、あの評価が高い大会です。早くは96年にやったとしたら、次98年にやるとか、2年に1回しかやらないので、背景はオナキン界のワールドカップと呼ばれています。温泉温泉室温泉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 室温泉温泉。だから、これは、例えばですね、2年単位で行われるので、ちょっと待ってくださいね。あ、奇数の番号かな、奇数の番号で行われるのかな。背景はなでしこジャパンがワールドカップ行われるぐらいにある。あれは3年に1回か分かんないけど、で95年、何年に始まったんだっけな、あれは。オナキンタックはあれもね、結構古いんですよね。そう、あ、僕が生まれた年だ、1989年でスタートしたんだ。91年、93年、95年、97年、99年、2001年ってね、こういう風にやってきました。で、これで、あのすごい、こう、なんだろう、ちょっと待ってね、やっぱりね、一番強かったのが95年のね、レオナルドとラファエロ。このタッグは最強だった。あの青い鉢巻きと赤い鉢巻きなんだけど、優しい青、情熱の赤って呼ばれてるね。で、本当にもう、試合中に喧嘩ばっかりですよ。ね。お互い筋肉もあります。力も強いですから、もうね。で、95年1回タック選手権を排水溝の中でやったんですよね。地下の。排水溝じゃないか、地下のすんごい、ね、長いトンネルみたいなところで。そう。そこはみんなのね、都市のね、ライフラインだったんですよね。水が流れたり。でも一旦もう、オナキンタック選手権やるよって言って水を全部抜いたんですよね。で、夜の街でやったわけですね。夜の下の地下の、この長いでっかいトンネル内で。そこは普段水が流れてるんですけど、そこでやった選手権は僕は忘れられません。ラファエロとね、レオナルドのあの、連携プレーというかコミュニケーション。ね、混雑コミュニケーションって言うんですか、あれ。ね、掛け合い。あとは相手に対してのこの、スポーツマンシップみたいな、全てが兼ね備えて優勝した2人のタッグ。で、あの時2人は最強って言われてました。タートルズって国があったんですよ。あれ今もありますけど、亀の忍者の国なんですけど、
で、師匠がね、杖ついたあの狐みたいなね、あの人だった。名前忘れちゃったな。なんか顔が犬みたいな感じ。全然それに、それが師匠だったんですね、二人ので。他にもドナテロとミケランジェロいますけど、それはちょっとこっちでね、あの早ければ応援に回されちゃって、うん、前行けばあれセコンドって感じでしたかね。それで言っときますけど、オラキンタック選手権はセコンドつきますからね、2人必ず2名最低でも。で、アドバイスは1人につき、セコンド1人につき3回まで OK なアドバイス。中にいる2人の選手にどっちでもいいけど、そうアドバイスを送るとしたら、だから外の情報も仕入れていいんだけども、例えばその開催する都市があるじゃないですか。例えばタートルズの内だったら、例えばプラネット、あそこプラネットなんとかっていうね、その都市があったんですよ。そこで、そこからその都市から、その隣の都市に出て情報を集めちゃいけないんですね。その中でだったらいくらの情報を集めて、そのオラキンタック選手権の2人の戦ってる2人にアドバイスを送っていいんですね。例えばね、じゃあここら辺だったら、ね、茨城県だったら、茨城県じゃない、埼玉県でしょうか、うん、例えば、ちょっとごめん、隣の町っていうのはどこだっけ。例えば熊谷って分かります？熊谷市、埼玉県の熊谷市から群馬県の太田市に行って情報収集しちゃダメってことです。県外じゃないですか。県外はもちろんダメです。だけど熊谷市の隣の、例えば隣の市はダメなわけです。行っちゃその熊谷市内でやってる大会だったら、熊谷市内で情報集めて、もう熊谷市内の端っこだったら大丈夫ですけど、でオラキンタック選手権とかは必ずその市の境界線に一人試験官が立ちます。あ、一人じゃない、もう何千人って。だから一歩でもその境界線の外、市の市外に出たら、隣の熊谷市から太田市、市外に出ちゃ、ちょっと足を踏み入れちゃったら、そのセコンド一人は退場になります。はい、厳しいっすよ。はい、だ95年のあのね、長いトンネルの地下でやったあの対決は僕はテレビで見てましたけど、ラファエロはね、ラファエロのあの短気な性格と、すぐ頭に血が昇ってカッとなる性格と、レオナルドの冷静な対応、あれがね、このタッグをこういいタッグにこうしていったんでしょうね。こう大会のその期間中に、最初はすごく馬が合わなくて喧嘩ばっかりです。うん、ね、本当にタートルズはあの95年強かったです、オナキン選手権は。うん、そうで、決勝がトゥイティ国だったわけ。トゥイティ国は決勝タッグで一回上がったことは95年に上がってるんですよね。うん、トゥイティとあとシルベスタのタッグで、うん、でトゥイティ国って性欲が低い国で有名なんですけど、まずオラキンタック選手権っていうのは2人の最終検査は、まあシングルの時と同じですけど、こう最終台に乗ってこう試験官で、あのディベートとかでこう、その検視官がこう2人の合計をこう、どっちが出てる量を足して、2人の量のこの差で決まるわけです。だから2人一組じゃないですか、お互いこう、お互いの二人の、その一組の二人のを合わせて結果を出すんですね。はい。だから、シングルとね、やり方は同じです。はい。ただ二人のを合わせるだけ。うん。それで、あの時最後シルベスターが、ちょっと出しちゃったんですよね。うん。そう。それでトゥイーティーはもうがっかりしてね、
そう。トゥイーティーとも、シルベスターがあんな出さなきゃ、他のトゥイーティー、もしトゥイーティーと同じカナリアのトゥイーティーだったら、もしかしたらいい勝負だ。本当に、そう、その差がすんごくなんかこう接戦になったと思いました。最後シルベスターが結構出しちゃったんですよね。それで、うん、ラファエロってすごい性欲強いんですよ。なんで勝ってたかっていうと、カジバのクソ力ですね。最後の最後はね、うん、タートルズ国のために俺は戦うっつんで、うん、ラファエロも中にある炎をね、こうずっとしまい込んでたんで、ね、それでずっと我慢して、うん、でセコンドが本当にファインプレーしまして、あの時あのこのタートルズのこっちのいたあのミケランジェロっていうのは頭いいんですよ。タートルズの中でも偏差値がね、日本でいうともう70は完全に超えてます。うん、78ぐらいあるんじゃない。うん、でオナキン選手権の知識も豊富だし、うん、自分も出たことあるし、それをあのラファエロじゃなくてレオナルドに言ったんですね。ラファエロに言っちゃうと試合中、ラファエロってあの物事を2つのことを1つに同時できないんですよ。だから僕と似てますけど、あのちょっとね発達障害があったんですよ昔。今は軽度になったなりましたけど、でラファエロはいきなりそういうのにパニックになっちゃうんですよね。いきなり言うと試合中にうるせえっつって後ろ向いて、うるせえっつってね、お前は引っ込んでろこの野郎っつってね。でミケランジェロはもうあの結構こう穏やかなタイプなんで、ちょっとラファエロのその声を聞いた瞬間ビクってなってね、ごめんごめんよってなるんですけど、ラファエロもすぐ切れますから、そうで暴走すると止まらないですから、レオナルド止めるのも大変ですし、だからレオナルドにあえてこう耳元でこそこそあの野々村議員みたいに言ったわけですよ。で、あのこう耳をこう立てて、よし分かった、レオナルドはそれで聞いて理解して、ラファエロには黙っとくからっつって、でラファエロにその禁断の言葉を最後に言ったんですよ耳元で。試合終了のね 2時間ぐらい前かな、もうあ30分ぐらい前か、ギリギリって言ってましたから、そうにしとくか、うん、多分30分前だと思う、言ったんですよ耳元で。そしたらラファエロがっていう顔をしたんですよ。なんかすごく、僕はその内容を聞いてない、その内容はねあんまりあの言っちゃいけないみたいだったんですけど、僕はその内容までは聞いてないんですけど、本当にラファエルにとってはすごいショックな、うん、この大会を落としたらそれほどショックなことが待っているぞみたいなことを言ったみたいなんですよ。そしたらラファエルが一気に顔が変わりまして、顔つきがね、そう何かこう自分の中で何か出たんでしょうね。何か見えないこのの力っていうのはこうメラメラね、こう、うん、レオナルドに最後言われてました、なお前何したのって。そしたらまあそれは お互い様だって、そう、だから情報収集する人も情報言うのもタイミングも大事なんですよ。みんなこういろんな面で、うん、こいつにこの試合中に言ったらやばいかなとか、うん、2人いますからどっちかに言えばもう片方に最後の最後で伝えるんじゃないか、そういう頭の使いどころもオナキンタックの選手権の魅力です。セコンドもいるってことはね、うん、そうで、セコンドいつ抜けてもいいんだから、うん、選手は抜けちゃダメだ。セコンドいつ抜けてもいいんだから。そう。そこら辺の街歩いて、どっかで散策、情報を散策してもいいし、どっかでこう人に聞いて、近所の人に聞いて、昔はこういう、こいつはこういうやつだったから、これを利用すれば勝てるんじゃないかとか、そういうなんか近所に行って、ピンポン鳴らして近所に行って、奥さんから話聞いたり、昔お世話になってた。そう。そういうのも一つの手なんですよね。うん、ちょっと。まだ語り尽くしてないですけど、